スターウォーズジェダイフォールンオーダー、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、謎の旅人の話を聞いたところで先へ進みましょう。よいしょ。ここ、あ、やば、痛い、ちょっと待って、やばい、ジェダイに当てたぞ。邪魔だ、危ない。ありがとう、BD。これやったらすぐに終わったというのに。ん？アクション。でも道具がいる。道具？シー！困ります。そんな言われることした？沼地で腐り果てろってなかなか言わないよ。少なくとも俺言ったことないもんな。マジで腐り果てろ言われたこともねえよ。初めてだわ。あれ？なんで逆？なんで重力に逆らった？よし。危ない。やばい。これ難しいよ。これ、本当に沼地で腐り果てるんじゃないか。よし。オッケー。よしよし。とりあえず、ギリいけてる。いけた。よし。助かったのが不思議だ。本当だよ。楽しめたみたいでよかった。ギリ楽しかったの？くそ。人の苦労を楽しみやがって。上か。よいしょ。瞑想ポイントだ。あれが楽しかったのか、 BD は。スキルなんか入れとくか。何入れようかね。攻撃系か、ジャスト回避か。できる気がしないんだよね。高速回避後の攻撃で素早いキック攻撃を行える。着地時に周囲の敵を押し飛ばせる空中攻撃。ダッシュストライク。ああ。ダッシュストライクって。あ、あれか。瞬時に行くやつか。あれ、難しいっていうか。これだよね。よいしょ、いた。よいしょ、これで、よし、開いてちょうだい。やばい、毒が。ん？向こうか。あの隙間通んのかな。ちょっと回復しとくか。せっかくフルまでちゃんと回復したのに。よし、先へ進もう。こういうとこ抜けた先が怖いんだよね。なんかありそうだよね。あるな。この先には行かせない。そこをどいてくれ。いいえ、彼は正しかった。彼？誰だ？ジェダイは嘘つきで泥棒、そして死しかもたらさない。下がれ。次に攻撃したらもう容赦はしない。私は何もしないけど、殺された姉妹は。復讐を望んでいる。おい、屍もてあそんで楽しいか。やばい、ちょっと待て、そんな強くないぞこいつ。何があった？よみがえったナイトシスター。極めて攻撃的でターゲットに容赦なく飛びかかってくる。集団で襲いかかる。囲まれると危険。1対1だとそうでもないってことか。後ろか。これか。あれ、
よし。またアンデッドだ。お、来るか。よし、行った。待て待て待て。ほい。ここを立ち去る。危な。ちょっと待って。お前もいんのか。よし。ほい。行った。オッケー。今旅で。あ、使っちゃった。使うつもりなかったんだけどな。この先に何がある？これ普通に生活してる上でどうやって住むんだろう。そういうのが気になるんだよね最近。やばい、やばい、痛い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 、ちょ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 、よーしょい、スティムを頼めるか、BD。結構厳しいな。あれ、どこへ行くんだ。あ、こうか。みんなの死を償ってもらう。俺関係ないもんな。やばい、痛い痛い痛い。あんな攻撃で倒せんの？こいつら。なんかさっき出なかったっけ？登るのあれか、マークか。ナイトシスターはどうやってつけてきてる？視野がフォース使いだと言っていたけど、こんな使い方は初めてだ。慎重に行くべきだな。お前も静かに頼むぞ。そういう新しい使い方っていうだけなんじゃないの？飛んでるの何かわかるか。うわ、お友達になれるかな。知らない方がいいかも。よし、これはこれなんだ。どっちに行けばいいんだろうな。こっち行っていいのかな。これなんかショートカットっぽい感じがするけど、するな、これだな、ショートカットだ。よし、これ負けて。うわ、ちょっと待って待って、危な。ここに来んのか。よし、危なかった。よし、なんだビディ。ライトセーバーのスリーブか。オッケー、上に行こう。ビディ、スティムをよこしてくれ。ほんと、ギリギリで戦ってんな。落ちろ。よし。やだよな、急に急にさ、ジェダイが襲いかかってきてさ、落とすだけ落としてどっか行くっていう。ナイトブラザーのルーン、村に近づいてるのか。ダソミアン文字。ヒドラアティスから取れる酸を使って描かれたナイトブラザーズの文字。表面を変色させるのではなく、岩の硬さに関わらず酸がその表面を焦がすことで永久に消えない跡をつける。それぞれの文字は正確性を期するため、酸と自らを傷つけないための両面から慎重に描かれる。熟練の筆記者は目指しく、その才能を買われ極めて高く評価される。ああ、なんだろう、特殊なんだな、その書ける人。相当集中力がないと書けないとか。まあそうだよな、一発で書かないといけないわけだしな。なかなか大変な話だよね。ちょっと待って待って、よいしょ、危ない。ほい、撃ってこい。エコーを読み取る余裕があるぞ、俺。こっちはやばい。放浪者、ここで誰か追われてた。こいつ何やってんの。
つを片付けるぞ。ああ、よいしょい。やばい、お前の負けは決まっている。痛い痛い痛い、もうすぐ終わりだ。よいしょい。ほい、やばい、これもうなんかダメな気がする。あまり良くない BD。 スティームがないんだよ。やばい、ちょっと待って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 、やばい、よし、危ない危ない。やばい、あ、外した。俺たちを邪魔する者はいない。すぐに攻撃しろ。よし、戻ってきたよっと。迷い。楽でいいね。まとまってくれてると。痛い、痛い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 。待って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 。よし、ほい。危ない。ちょっとちょっと。やばいやばいやばい。よし、ティムがいる。ビディ抵抗しても無駄だ。やばい、ほい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 。俺たちの力近いのにな、あんなゼロ距離で撃ってくる。やばい、ちょっと待って、危ない。ちょっと待って、ちょっと待って、ティムを頼む。よし、オッケー。とりあえず飛ばしたことによってなんとかなった。ちょっとやばい、ほい、やばい、いった、ほい。普通に撃っといて、普通にためとかなしで撃ってこい。おい、ためなしで撃ってこい。やばい、おい、撃っといて。よし、向こうのやつも早く撃ってきてほしいんだけどな。浮いてるよ、浮いてますよ。やばい、よし、オッケー。あら、ここは別に開くとかそういうのじゃん？雲の家畜か。やっぱ飼ってんだ。ナイトブラザーズがペインバックスパイダーを飼いならす努力を始めたのは近年になってからのことである。ナイトシスターの魔術を使った毒消しなしでは、その取り組みは時に死を意味していた。しかし、妖体の雲を捕まえてナイトブラザーと共に育てれば、そのナイトブラザーと強い結びつけを生まれて流れの友となるのだ。親元から引き離して育てると、なんとかなるみたいな話？どうなんそれ。でも成功してるんだもんな。くらん、上からか。じゃあさっきんとこどうなんだ。え、あれ上っていける、いける、これ。あ、こういうことか。はいはい、よし、オッケー。やっとこそ中間だ。で、スキルポイントが使えるようになったから、なんか振っとくか。戦闘用のスキルもね、結構良かったりするからね。これって何なの？ライトセーバースロー3か。興味はあるな。でもこっちの方が興味あるかな。ちょっと使ってみようか。一回やってみよう。ジャンプして、こういうことか。あ、ちょっと復活しちゃった。復活しちゃったよ。よし。とりあえずここで降りて。よし。弾いて、弾いて、弾いて。よし。
返せ、ジェダイ。うるせえ。先に進むしかないんだよ、もう。後戻りができ。なんかあるな、これ。絶対なんかある。なと。ん？どうした？どうした、ビリー？ん？いって！こいつ出てくんのか。いった！ちょっと待って待って待って、すいません、すいません。助けてくれ、頼む！こいつはいいか。よし。ほら、やばい、やばい。ビリー、ティモ。これ何？これどうする気？こういうこと？こういうことじゃないよね。何に使うの？ちょっと痛いんだけど。ここだ。スティム、スティム。倒したらしいけど。え、これ何に使うの？なんだ。さすがだ。レッサーニダ、レッサーニダック。激しく容赦ない攻撃に対する防御が必要になる。連続パリーで簡単に崩せる。だからその連続パリーをどうやってやるんだって。見せしめの生贄なのか。獣の穴。穴に放り込まれて獣に殺されたナイトブラザーたち。明らかに見せしめにされた。見せしめ？何の？まあ、ナイトシスター、歯向かうなってことなんだろうな。あっちか。あれか。どうした？何かあった？ニダックの巣。レッサーニダックはナイトブラザーズに襲えられる獣である。伝説ではこの生き物を刺激したナイトシスターもいたとされる。ニダックは群れを作らない生き物で、生態が集団で見られることは滅多にない。自然界における天敵は巨大なゴルガラのみである。巨大なゴルガラと戦う羽目になりそうなんだけど。巨大なゴルガラ、ゴルガラがなんだ。わからん。カニを知らんやつにでかいカニって言ってもわからんだろう。よし。ここは違うか。この先か。よし。狭い通路だ。あとスティームが1個しかないからな。あんま強いやつとお手合わせはしたくないんだけど。よし。これは違うか。ここが奴らの集落か。すごいとこ住んでんな。痛い。できるだけあそこは避けていく。やばい。ああ、わかったよ。ああ、声出ない。やばい。やばい。ああ、外した。危ない。よし。ほい、ほい。やばい。危ない。ちょくちょく使っていかんとな。BD、手を貸してくれ。最後のスティームなんだけど。ここはもういないな。こっちはいけないのか。あれか。よし。よそ者がいたぞ。奴が橋を下ろした。どうしよう。どうしようどうしよう。一体。奴を狙い。走っていけばいいんじゃない。門の横に。うん。門の横？危ない。危ない。よしよし。ああ、ダメだ。なるほど、そういうことか、門の横って。オッケどこがどこかもう全然わかんないんだけど。ちょっとえらいとこに
えらいとこに落とされた。どこだ、どっから、どっからだ、どっから上がれた。いった、ちょ危ない危ない危ないって。ちょっととりあえず上がらせろ。攻撃受けるとそっちの方向向いちゃうからな。自動でやるようにしたの俺なんだけどさ。やばいやばい、ダメだ。毒って足から受けてもダメなのか。よし戻ってきた。早く逃げよう。ほい、よし、とりあえず抜けたけど、これで逃げ切れてんのかな。よいしょ、オッケー、オッケーってなんだ。逆側か、いった。ちょやばいやばい、外したか。よし、やばい、おいしょ、いた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 、BD ステムだ、邪魔だ。やっぱ無事だな。叩きつけるのに弱いんだな。これはさすがだ。フルーツ、ブラフフルーツはナイトシスターの調合薬によく使われている材料である。少量の果汁はダソミアの多くの毒蛇の毒に対する解毒剤となる。へえ。しかし大量に使われると痙攣、目のかすみ、幻覚を伴う沼地の狂気と呼ばれる症状を引き起こす。まあ何でもそうだよね、取りすぎるのは良くないってことだよね。よし、オッケー。で向かうはこっちか。これうわ、あれと戦うのはやだな。こっちとかじゃない、じゃないんだ。そっかい、そっかい。どうにかこっちに来ねえかな。もうちょっと視覚攻撃でどうにか一撃は決めたいんだけど。よいしょい、オッケー。またさっきのやつらだ。よし、ほい、いた。ちょやばいやばい、つむ。ちょっと待って、引っかかってるんだけど、出れた、いった。すぐに頼む BD。 よし、オッケー、ギリギリだね。すごい使ってるけど、ドローに。ここは闘技場だった。ナイトブラザーズは力のみ信じてた。力のみ、闘技場ね。うわうわ、ちょっと待って待って待って、言い過ぎだって。よし、オッケー、こっちはフォースのみを信じてんだよ。お、ハックしてちょうだい。飛び込むと思ったよ。毎回だからね。はあ、何かあったんだな。サバンナか。放浪者は何をしてんだろう。放浪か。落ちた船、彼らは逃げていた。墜落船、沼地に墜落した宇宙船、パイロットは何かから逃げてきたようだ。しかし逃れた先も安全ではなかった。まあこんなとこだもんな。安全な場所なんてどこにもないよね。なあ、いっぱい生まれてらっしゃる。で生まれてすぐ殺されに、こっちもいいのか。よし、ほい、よし。こいつら亡者だからフォースは使えないってことなのかな。あんまりその辺の設定があんまりよく分かってないんだけど。よし、
中が見たいのか。見たいわけじゃないよね。一応物があるから教えてくれてるだけで。ん？こういうことか。これこのまま押せないのか。ダメか。ちょい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 。向こうに行きたいんだけどな。よし、あれ。あ、なるほど、分かった分かった。よし、こうだ。これで上に行け。結構いいんじゃない？だんだんこうフォース的な、ジェダイ的発想になってきたんじゃない？あれのかね？多分危険なやつだ。めっちゃこっち向いてない？気のせい。いけるかな？兄弟、援護してくれ。やばい。ちょっとやばい。やつをやれ。助けてくれ、頼む。ちょいやばい。逃げるな。ダメだ。兄弟たち、勝利を祝うぞ。ここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。難易度下げろって言われてんのかな、これ。